国民は自益と負担の構造を理解した上で、選挙などにおいて政治的判断がしっかりとできているとお感じか、また財政民主主義の意思決定の外側で国民の負担率が上昇してきたことを、財政民主主義を預かる財務大臣としてどのように考えているか、大臣の所見をお聞かせください。神神谷谷君、はい、党の総平です 私の所属する参政党は、え今年七月の参議院選挙で生まれた新しい政党です。政党設立の趣旨は、国民にもっと政治に参加してもらえるプラットフォームを作ること、国民の政治参加を促すことです。選挙の投票率は今回の参議院選挙でも52%、国民の半分が選挙にも行かない状況が出来上がっているのが我が国、日本です。なななぜ国民民が選挙にに行かかなくなったかそれは議会制民主主義のの仕組みの中で政治に参加し 自分たちの生活や権利を守るということが教えられていないか、もしくは分かっていても、今の政治状況の中で、その可能性を諦めてしまっていることが原因だと思います。そもそも議会選民主主義は、13世紀のイギリスで戦争に負けた王が、失政のつけを増税という形で、貴族に押し付けようとしたことから、貴族らが反乱し、反抗し、それに折れる形で王が、徴税に関しては議会で決めることを認めてスタートしました。 またその後の争いの中で、議会の中に庶民が入っていくことで、現在の制度に発展しています。つまり、議会制民主主義において一番重要なことは、国民がどうやって税を集め、それをどう使うかを理解し、代表を送って自分たちで決めることです。しかし、今の日本では、自分たちがいくら税金を払い、それが何に使われているか、受益と負担の構造が不明確で、国民が判断できない、または選択ができない状況になっており、 その構造が国民の政治参加を妨げていると私たちは考えています。例を挙げるなら、所得に対して税金と社会保障費用をいくら国民が負担しているかを示す国民負担率は、1975年には25.7%だったものが、2022年には46.5%と上がっています。この負担率の増加を国民はしっかり理解した上で、選挙,選挙を通じて本当に選択をしたのでしょうか。 国民負担率の推移を長期的に見ると、日本の租税負担率は実際にはあまり上がっておらず、この間、一貫して上昇してきたのは、社会保障負担率であり、今のままではこれからも上がり続けると思われます。社会保険,いや社会保険料率は国会の場で差したる議論もなく、選挙の選択肢にもなったことがありません。そして、社会保険料はそのほとんど現役世代が負担し、 これが若者の世代のの生活を圧迫しててて少子化の原因にもなってきています日本が今のように高齢化するのはもう昔から分かっていたんですから患者を増やして薬をどんどんと配り続ける医療の制度と医療費の在り方などを基本的に見直して社会保障費の増大を止めるべきであったのにその議論をやらずに社会保険料を選挙の争点ともせず引き上げてきたことが日本経済を今のような状態にしたのだと考えます。社会保険料について 財務省の所管ではないと言われるかもしれませんが、国民の税負担のあり方を考える上で、財務大臣としても視野において考えねばならないはずです。ここで大臣にお聞きします。今の日本において、国民は自益と負担の構造を理解した上で、選挙などにおいて政治的判断がしっかりとできているとお感じか、また財、財政民主主義の意思決定の外側で、国民の負担率が上昇してきたことを、 財政民主主義を預かる財務大臣として、どのように考えているか、大臣の所見をお聞かせください、はい、鈴木財務大臣まずあの、国民負担率の水準について、えー、申し述べたいと思いますが、あのー、この水準は国民が受け取る社会保障給付や、 行政サービスの水準に応じて決まっていくものでありますけれども、あの現状は社会保障給付の増大に伴って、そのための負担が増加しているというのは、神谷議員のご指摘のとおりでございます。しかしながら、それでもなお、ですね社会保障の国民負担率、上がっておりますが、それでもなお、 現在の世代のみでは負担をしきれずにおりまして、赤字国債を通じて、将来世代に負担を先送りしている状況となっていること、これも事実であります。あのこのように、えー、国民負担率を考える際は、その水準そのものよりも、受益と負担のバランスを考慮することが重要であると考えています。あのこうした観点からは、社会課題を成長のエンジンに転換し、 持続可能な経済成長を実現することで国民負担の分母であります国民所得を増やしていくことそして社会保障制度改革などを通じて受益と負担との不均衡を是正していくことこういうことが重要であると思いますまあ選挙においてこういうことが国民にしっかりと判断として問われているかということにつきましてはですね、それぞれの政党が 公約としていろいろと主張し掲げているんだとそういうふうに理解しています神谷総平君はい。我が党は国民に自益と負担の構造をわかりやすく示しその判断をしてもらうことで政治参加を促したいと考えていますそこで国の一般会計を投資勧奨経常勧奨社会保障勧奨の三つに区分し 財財源とと政支出の結びつきをを見えるる化すこ提噛み砕いていいますと、道路や新幹線の整備、さらに人材育成の教育などは、将来に向けての投資などで、建設国債や教育国債などの発行で賄うようにします。また、地方交付税交付金や人件費などの経常的にかかる予算の財源は、所得税や法人税などを充てて、そして増大する社会保障費には、社会保険料と消費税を充て、 経常勘定と社会保障勘定の不足分に赤字国債を当てて賄うという形で分かりやすく見える化するという考えですね、さらに日本は税の種類が多く、内容も複雑すぎます、なるべく税の種類を減らして、手続きを簡素化し、まず大事なことは、負担をする国民がどれだけ自分たちが税金を払っているのかということを分かりやすくすることだというふうに思っています。 このように区分を変えて税の簡素化を進めれば国民にも何をするのにどれだけ財源を当てているのか自分たちの負担に対してどれだけのサービスを享受しているのかが見えるようになります逆に医療費などを国民が使いすぎたらですね税負担が増えていくんだということももっとわかりやすくなるので国民が立ち止まって考える機会というものが生まれます予算編成の段階から将来に向けて資産を形成する投資については 資産との関係でバランスシートのつじつまが合う範囲で国債の記載をすることにすれば、必要なものに対してもっと積極財政で、えー、もっと積極財政を実現することができるはずです。逆にこれをやらないと、今後もです、ね、社会保障の増大で、教育やインフラ整備、防衛費などに予算が全く割くことができません。現状では財政法4条により、国債発行は公共事業に充てられる、建設国債のみが合法化されており、 他は特例国債として、赤字国債として発行を原則禁じられています。これが緊縮財政をもたらしている大きな原因です。本来、資産とは建設国債の対象であるインフラや建物といった実物には限られないはずで、知的財産や人的資本など、無形の資産にもそれに入れるべきです。無形資産も入れるべきです。現在、国が財政支出を増やさなければならないのは、科学技術振興や教育などの投資の分野です。 財政法4条を改正し、記載対象をこうした無形資産にまで拡大して、投資国債の発行をすべきではないでしょうか。一般会計の三分割案と財政法4条の改正による投資国債の発行について、財務省の見解をお聞かせください。主計、はい、局前田次長、お答え申し上げます。 先生ご指摘のとおり、国の財政を国民にとって分かりやすい形でお示しをする、見える化をするということは大変重要なことであると考えてございます。これまでも財務省といたしましては、予算審議の参考資料として国会に提出をさせていただいております予算の説明におきまして、一般会計の歳入歳出を経常部門と公共事業関係費などの投資部門に区分してお示しをするほか、まあ他 国分の消費税収と当該消費税収が重当されております社会保障4経費の金額を比較してお示しをするといった対応を行ってきたところでございます。他方、国全体の財政状況や国の施策を網羅的に把握できるようにすること、 また、全体にわたる収支の調整といった観点からは、できる限り予算を単一の会計で一体として経理することが望ましいという考え方のもと、現在の一般会計という整理を行っておるというところでございます。続きまして、投資国債でございますけれども、これも先生ご指摘のとおり、財政法第4条で発行が認められております建設国債、建設公債につきましては、公共事業費等を対象経費としてございます。 これは公共事業費等が貸借対象表に具体的に金額を表示できる資産が形成をされまして、長期の対用年数を有するものということであることから発行が認められているということでございます。これに対しまして、今ご指摘のございました、例えば教育予算につきましては、大部分が資産として具体的な金額を特定できることは難しいであろうと。 いうふうに考えておりまして公共事業費のような経費とは性質が異なるのではないかと考えてございますまあ、そのような支出に対して確実な償還財源なしにまあ、特別な投資国債を新たに発行するということは実質的には赤字国債の発行となることから慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます神谷総平君、はい、えありがとうございますあの。 まあ資料を作っているということであってもです、ね、おそらく国民にそれが伝わっていませんので、えー、国民がです、ね、もう少しこう今の財政状況、今、特にです、ね、コロナなんかでたくさんの予備使ってますで、そういったものがいくらまた自分たちに跳ね返ってくるのかということが分かる状態で、やっぱり予算を決めていかないとです、ねえー、国民がもう本当に政治を諦めてしまうということになりますので、もう少し分かりやすい周知、それから広報をです、ね、お願いしたいと思います。最後に 10月27日の大臣の挨拶をお聞きして、物価上昇を問題だと捉えておられることが分かりました、それでしたら、どうしてですね、我が国は諸外国のように消費税の減税を行わないんでしょうか。我が国はデフレで経済が停滞していた、ずっと停滞が続いていた状況ですから、今はある意味、絶好の減税のタイミングです。それををやらずにに予定通りりイインボイス制度を導入したり また政府税調では、さらなる増税の話が出ていると言いますから、驚きを通り越して、怒りすら感じる国民も多いと思います。減税をせずに、少額の経済対策だけを繰り返していても、効果は薄く、場当たり的なものになると思います。今のままだと、コロナで経済が冷え込んだところに、インフレと過度な円安で、国民経済がボロボロになり、そして救済名目で過剰な貸し付けが今後も繰り返されるということが続くんじゃないでしょうか。 そして来年日銀総裁が変わったぐらいのタイミングで円安是正を狙って金利を上げてしまったりすると財務超過になって企業が倒産し円安で優位に立った外国資本にまとめて日本の資産を買われるというようなことになりませんかね2023年の通常国会に提出が予定されている私的整理円滑化法案なども一歩運用を間違えれば主たる債務者である銀行が 外国の投資ファンドの資金に依存し、気がついたら、国家や地域を支えてきた大企業や中堅企業の主要株主が、短期的利益志向の外資ファンドに変わってしまうという恐れはないでしょうか。日本ではバブルの崩壊やリーマンショック、タイや韓国ならアジア通貨危機、こうした経済危機の後は、どの国を見ても多くの資産を外国資本に買われました。 そして国民が働いて生み出した利益が国外に流れる仕組みというものを作られています。こうした過去の事例と日本の現状を照らし合わせると、目先の物価高騰への経済対策をやっているだけでは不十分だと感じます。そうしているうちに状況がどんどん悪くなるからです。今、日本政府がすべきことは、部分的な経済政策ではなく、減税政策により、国民が使えるお金を増やし、根本から国の経済状況を改善して、内需の拡大を図りつつ、 起こりう経済危機と、それに伴う日本資産の買収に備えて、日本の金融資産や企業そのものを外国の資本から守ることを準備することではないでしょうか、この点については、秋野副大臣の所見をお聞かせください秋野財務副大臣。あの先生、ご指摘になりましたけれども、今の我が国の経済はウィズコロナの下で、社会経済活動の正常化が進展する一方で、 原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー、食料品等の価格上昇が続いているとあの状況でございます。でこうした認識のに今般 物価高、円安への対応、構造的な賃上げ、成長のための投資と改革を重点分野といたしまして、あらゆる政策手段を活用した総合経済対策を策定したところで、日本経済の再生に全力で取り組んでまいりたいと考えているところであります。でなおあの先生ご関心の対日直接投資 につきましては、まあ、我が国の経済の活力や。まあ、長期的な成長力を高めるために。まあ、イノベーション創出やサプライチェーン強靭化等につなげる観点から。まあ、戦略的に、推進をしてまいりたいと考えております。神谷翔平君。はい。その戦略が成功することを祈っています。はい、失敗しないようにお願いします。え、参政党は受益と負担の見える財政運営で、国民の政治参加を促し。 積極財政で内需を拡大しつつ、外国資本から日本の資産を守ることを軸に、今後も財政政策を訴えていく所存です。以上ですありがとうございました